えー、今日のクソジジイの話は、歌ってみたとか弾いてみたってなんかやってる方も多いと思うんですけども、その時に元の音源を使う、カラオケ屋さんの音源を使うとか、まあ、オリジナルカラオケを使うとか、まあ、カラオケの YouTube をダウンロードして使うとか、まあ、いろんなパターンがあるじゃないですか。で、その時にその権利関係っていうのがどうなるんだっていう話をします。最終的に結論を言うと、まだ正解はないです。最初から話をしますとですね、もともとその僕が仕事をしている専属工学大学で、先生用のセミナーがあったんですよね。で、それは著作権関係の先生、著作権法っていう授業をやってる先生、まあだから弁護士の方ですよね。その方が先生用にいろいろセミナーをやってくれるというので、 に行ったんですよね。で、そうするとですね、今の状態とかだと、YouTube だったりとか。 まあ、インスタグラム、フェイスブック。なぜかツイッターはダメなんですよね。ツイッターはやってないんですけども、あとはだからティクトックとか。その辺っていうのは基本的に包括契約って言って、とりあえずまとめて、ぐるっとお金を払ってるんですよ。ちゃんと。よくやるパターンとしては、バースデーライブとかでカバーの曲やるじゃないですか。で、そうすると、その時の動画の著作権っていうのは、YouTube が払ってくれてるんですよね。まあ、それはだから広告収入だったりとかなんだかんだ。なんで、他人の楽曲を使った時は広告を出さないっていう風な設定にしても、広告が出る時ありますよ。みたいなことは、メールで 全部来ます本当にだから使っていいけない元の音源結構ねあの授業とかだといろんな音源を学生の方に聞いてもらってでそれに対していろんな話をするみたいな授業がいっぱいどうしてもあるんですけどもでその時も、えっとまあ、このコロナの関係でオンラインでいろいろやるんで,でそうするとその元の音源をその動画の中で使った時に OK の時っていうかまあだからそれは収益化したとしたらそれはもう分け前取られますよねみたいなそういうふうなメールは来るんですけどもでも一応だから赤番にはなりませんよみたいな。これはだからなんか ダメじゃないいんですよっていうただだからそういう風にこっちはだから AI で認識したんですけどもそれ間違いだったら言ってくださいみたいなそういうなんか確認のメールが来るんですよね必ずアップして5分以内に来ますよ全部スキャンしてそれで AI で判断してどの曲が流れてるの全部分かってっていうのが全部5分か10分ぐらいで全部来ますねなんかその時に今までの経験で言うとビートルズの曲は元の音源は絶対に 動画の中では使っていけないみたいですね。あといくつか使っちゃいけないのがありますけども。 あとはね、意外とだから使っても大丈夫なやつっていうのも結構いっぱいあるし、例えばだから古いブルースだったりとかもうそういうのも全然なんか使ってますとも言わないし、なんか著作権のどうのこうのっていう風の AI のそっちの方に引っかかんないみたいな。まあ、引っかかんなきゃいいと思うんじゃないんですけどもね。まあそんな感じですね。そこで元の音源を使っていいかどうかっていう問題ですよね。またね、ちょっとね、そのカバーとかね、そういう風なものとは違うんですけども、元の音源が使っていいかどうかっていうのはもうそれはもう本当に曲ごとにアーティストごとに作家さんごとに 全部違ってて、まあそれはだからジャスラクのホームページに行けば全部調べることはできるんですけども、調べ方が知りたい人は聞いてください。別にレッスン取らなくてもいいや、それは。なんですけども、そこでだからいろんなグレーな部分っていうのがいっぱいあるんですよね。 で、その著作権法の先生によるとですね、まあインターネットっていうのはその裁判の世界まあだからその日本とかだと、まあ明治維新から、まあ100年以上あるわけじゃないですけど、まあイギリスとかだと200年、300年であるわけで、まあ、裁判の歴史から言うとインターネットなんてのはほんのちょっとしか、本当に最近始まったことなんで、いいか悪いかっていうのはまだ分からないものがものすごくいっぱいある。いいか悪いかっていうのはどうやって決まるかっていうと、ただもろにだから法律に書いてあったりとかしたらダメかもしれないですけども、そうじゃないものっていうのはものすごくいっぱいあるから、でそういう憂いゾーンっていうのは全て 裁判をだからもうインターネット関係などう全部グレーなんですよそこでグレーな部分っていうのをどういうふうに自分の中で振る舞うかっていう問題になりますよねその時に弁護士の先生が言ったのは分からないことはとりあえずやってみて文句を言われたら削除すればいいんですその弁護士の先生が言ってましたなんで僕もそういうやり方をしています なんで、ピングに呼ばれてたりします。<laughs> YouTube ってあるじゃないですか。あれって、一番最初って、今 Google なんですけども、Google じゃなかった頃、本当にベンチャーの頃っていうのは、予報動画がものすごいアップされてたんですよね。なんですけども、それをだからなんか色々文句言われた時に、 いや、これはうちは場所化してるだけだから、アップしたやつに言ってくれと。で、全部これ逃げてたんですよね。だから何もだから、所得も何も払ってない。それをずっとやり続けたおかげで、いっぱい違法動画があったから、みんな面白いからみんな見るから、ものすごく大きくなったと。 それで Google が買うところまで大きくしたところで、はい、さよなら、って勝ち逃げしたんですよね。YouTube を作った人は。でそれを作った時に最初から考えたらしいんですよね。なんか、本当かどうか知らないけど。どうしてもだからそういう小さい頃とかね、Google とか Microsoft とか Apple とかそういう大きいところになるとちゃんとやらざるを得ない。 っていうのがあるんですけども。なんだけども、そういうベンチャーの時っていうのは、そういうのをいちいちやってても、結局でかいところには勝てないんで、これから売れようとしている新人の人たちっていうのは、グレーの部分はなるべくやらないようにしようとかっていうよりも、チャレンジした方がいいんじゃないのかなっていうのが、僕もそのスタンスです。 で、ビングに呼び出され、呼び出されてはいないなの人から連絡がありました。ま、いろいろ説明して、問題があれば、それはそれで全然やるし、まあ、人生なてそういうもんでね、なんか、問題があったりとか、そういうふうなところを乗り越えるってわけじゃないんだよね、もうどんどんそこでいろんなことを学習してやっていくのが一番なんで、まだまだまだ、盛りだくさんライフっていうね、素晴らしい歌詞がありますよね。そんな感じで、ま、いろいろ問題があったりとかなんか、そういう著作権関係とか、そういうのもなんかいろいろ。 え、ご質問があれば、えー、レッスンを取っていただくなり、そうじゃないパターンも全然 OK ですし、時間かかるかもしれないですけども、ごめんなさい。そんな感じです。で、また切り抜きもよろしくお願いいたします。そんな感じの装礎辞でした。ありがとうございます。